8月1日放送のサンマ5店日本テレビ系に、上腕の佐藤慶吾さんが出演。明石家さんまさんからの恋人の存在を聞かれた際の佐藤さんの回答に注目が集まりました。上腕佐藤慶吾、メイクで参考にしているのは、異様に命を懸ける芸能人がスタジオに集まった今回の放送。 MC のさんまさんがメイクで参考にしている人を聞くと、エルフの荒川さんは目元はトゥワイス、口元はユキポヨさんを参考にしていること告白。バル、この話の流れで、さんまさんが、やっぱりステージの時はメイク違うの、と上腕の佐藤さんに質問すると、佐藤さんは、めちゃめちゃ濃いですね、と回答。 それを聞いたサンマさんが、どこを強調するのと問いかけると、佐藤さんは、目はもう BTS、と答えます。K-POP を代表する2組の名前が出たこともあって、レインボーの池田直人さんは、スワイスと BTS おる、と話して笑いを呼びます。サンマさんが、どう変えるのステージ上のメイクは、と質問すると、佐藤さんは、まず厚みも全然違いますし、目もちょっと濃ゆくして、 トーンもめっちゃ明るくしたりとか、と、ステージ配するようにメイクを変えていることを明かします。佐藤敬語、恋人の存在を聞かれるも、利用へのこだわりについてさんまさんが、どうしてるのクリームは、と聞くと、佐藤さんは、シャワーとかも当てるのがちょっと嫌で、と、肌への摩擦をなるべく減らしたいと話します。さらに、佐藤さんは、マッサージとかで顔を入れるやつとかあるじゃないですか。 誰も僕はダメで、とマッサージ中にも顔が擦れないようにしているそう。バル、サンマさんはマッサージを受けたことがないそうで、アンミカさんは、美容界のシーラカンスだよね、と驚きの声を上げます。また、佐藤さんは、例えば枕とかもダメなんですよ。僕は顔がつくのが、 だから絶対上向いて寝たり、寝返りを打った時は手を引きます。と寝る姿勢にもこだわっているそう。さんまさんが恋人と一緒に寝ることもあるやん。どうすんの寝ないのと際どい質問をするも、佐藤さんは恋人はいないです。ときっぱり完全否定。 バル、それを聞いたさんまさんは、事務所的に、と問い詰めると、佐藤さんは苦笑いを浮かべながら、あかんっすよ、それは違います、と改めて否定しました。今回の放送にはネット上で、敬語、恋人いないですって言ってくれてありがとうね。敬語くん恋人いないですの時本当にいなそうでいじらしかった。おっかけで見てるけど敬語の、恋人。いないです。可愛すぎて悶えた偉いね。 完璧なアイドルだね、などのコメントが上がっています。さんまさんから恋人の存在を聞かれるもきっぱり、恋人はいないです、と宣言する佐藤さんが素敵でした。